クリーンナップ版ミエセス&メチャのビル砂糖の打球直前直後の反応。ミエちゃん贅沢は言わんからホームラン打ってくれ。リードしたらハプから1点でええやろの精神。ミエセスはやるよ。ミエちゃんギャルピー見せて。よっしゃー。ソナには甲子園トラウマなし。トラのレフト見つかる。これはハッピターンミエセス。ほら見えチャンスよ、当たり前や。ミエセスがたんだ。チーカは暗いでしか見たことない濃紺。佐藤なんであの球で一瞬フルモーション入っとるんや。緊張しすぎやろ、そだに。めっちゃ荒れてるな。佐藤回答を。だから佐藤は使わないとあかんのよ。佐藤も久しぶりやな。ほんまパワーだけはある。あれであそこまで行くのか。どうやって巨人を抑えたんやこいつ。ボコボコやん。サトテルこれで復調してくれ。軽く合わせるだけでええんやよな。ストレートしか入らんもんな。おコミュニティにて額の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。